Good morning and good afternoon, everyone. おはようございます。皆さん、こんにちは。今回、IDESのウェビナーのボランティーローカルレビューの2022年の、取り組み紹介、ご参加いただきありがとうございます。本日、開始をする前に、一部事務情報がございます。今回のまずウェビナーでございますが、録画されることになり、IDESの後日、のホームページに、アップロードされることになっております。通訳ですか、日本語、英語を選べるようになっております。Zoom のツールバーが画面下にございますので、そこからご選択ください。もしくはスマホから入っている場合には、3つの点があるアイコンがございますので、そちらの方から言語を選択ください。パネリストに質問のある方は、Q&A のボックスから質問を上げてください。もしくはチャットやもしくは声をご自身の声で質問することはできませんのでご了承ください。それでは、Sorry, thank you very much for this. 失礼しました。皆さん今回ウェビナーご参加いただきありがとうございます。2022年のボランタリーローカルレビュー。そして実行におけるバリアを乗り越えてというテーマでお送りいたします。安子方でございまして、シティとタスクフォースのIDESの中で、IDESと呼んでいる組織の中でグローバルディレクターをやっております。まず本日でございますけれども、最初に高橋康夫所長、IDESの高橋康夫所長から、開会の挨拶いただきたく思っております。高橋所長、片岡さん、どうもありがとうございます。ご参列の皆様、おはようございます。そしてこんにちは、高橋康夫と申します。IDESにおきまして所長を務めております。日本の葉山を拠点に活動しております。では最初にご参加いただいた今回のボランタリーローカルレビュー2022に、そして実行におけるバリアを乗り越えてご参加いただきありがとうございます。開会の挨拶に変えさせていただきまして、ボランタリーローカルレビュー、もしくは VLR の役割について、説明をさせていただきます。SDG の2030年に向けたアジェンダの達成に向けて、VLR というプロセスを持ってきて、地方自治体などが、自主的にレビューを行うということで、SDG にの対する目標への進捗を、管理をしていくというものでございます。都市もしくは地方自治体が SDGs に対してどれだけの進捗を起きているか、起こしているかというところを確認し、そしてベストプラクティスを共有し、チャレンジなども共有するという形のものでございます。皆さん、ご存知の通り、VLR の動きというのは2018年に始まりました。当時は4都市が最初の VLR を行ったということで、これは最終ニューヨークでハイレベルポリティカルフォーラムが行われた時ではきっかけとして始まりました。うち3都市は日本の都市地方自治体でございます。 IDESのサポートのもと、主に北九州、下川町、富山市が参画をしておりました。北九州市は福岡県にございます。草の根活動が、女性が特に活発に関わっており、特に1960年代の公害にする動き、そして新しいグリーンインダストリーの発展に貢献をいただいているような、土地柄でございます。下川町におきましては北海道でございますけれども、 VLR に参加している中で最も規模の小さな、町でございます。人口3000人強でございます。高齢化が非常に進んでおり、人口減も進んでいるという中で、SDG の理念というものを、に基づいて、サステイナブルな都市開発というものを行っております。最後が富山県富山市でございます。富山市は環境インパクトが、都市がもたらす環境への影響というところの認識が非常に高く、よってコンパクトシティのモデル、もしくは輸送システムなどを工夫をすることによって、実際に、所有者に依存する形から脱却を目指しております。このような3つの日本の都市地方自治体がこのムーブメントを、立ち上げ、その何年にもわたってその後影響がに及んだということでございます。2019年には
浜松市なども参加をしております。そして VR2020 年にはあの30区の VR が行われました。新型コロナウイルスというパンデミックに送る難しい状況の中、これだけの数が出てきました。2021年にあの発表された VRR は全部で49の、都市地方自治体になっております。日本で2大都市とも呼ばれる東京と横浜市も VR をその都市に発表しております。 VR のムーブメント自体が非常に SDG を実行するにあたって、都市レベルで国家のみならず地方レベルで実行する意味で基盤となっております。IGES は VR のムーブメントというものをサポートし、下川町のあのレポートの方もサポートをし、ガイドラインとしてまとめております。こちらの方は下川町の経験に基づく多岐にわたるインスピレーションへとつながっております。 VR レポートを最初のオンラインで行ったもの、これが VLR ラブと呼んでおりますが、 VR ラブであれば一箇所にまとまっていろんな情報を確認することができますので、ぜひウェビナーが終わった後皆さんの方でもご確認いただければと思っております。2年前、ちょうど、ステートオブボランタリーローカルレビューシリーズという形で年間シリーズの展開を最初に2年前に始めておりました。その中でさらにどういう開発発展が必要なのかというところを確認し、翌年などに必要となる活動内容を提案をしたというものでございます。今回シリーズの第3回ということで本日のイベントが企画されております。ステートオブボランタリーローカルレビュー2022、実行のためのバリアを乗り越えてという中で36の VR が分析され2021年には発表されております。このレポートの中では VAR が今コロナ禍においてどのような状況なのかというところを振り返っておりますし、並びに2030年の SDG のアジェンダに向けてどのようなローカリゼーションの加速が可能かというところに着目しております。今 VRR の4年目ということになり、VAR が複数、取り行われているという状況でございます。今回 の開催にあたりまして、まず今回の今年のレポート の結論でございますが、多くの、メリットが地方自治体に提供されることになります。まずこれを活用いただくことによって SDG 活動をスタートするしやすくなりますし、そして2点目としては SDG をローカルレベルで活用できる、そしてさらに、地方自治体における中での横のつながりというところを進めることができる。他にも4つ目といたしましては、それぞれバーチャルな形でも地方自治体間の協力が望める。そして5つ目が、グローバルコミュニティ、国際社会とのつながりができるということになっております。今回のウェビナーが生産性のあるもので あることを祈りつつ、 VAR がさらに統合されたアプローチで SDG に貢献できることを切に願っております。以上、ご清聴ありがとうございました。お願いします。高橋所長、どうもご挨拶ありがとうございました。では早速、私の同僚であるフェルナンド・オルティス・モヤさん、IGESの都市タスクフォース研究員ですけれども、彼の方からこの報告書の主要ポイントを皆さんにご紹介いただきたいと思います。フェルナンドさん、お願いします。加藤さん、どうもありがとうございました。そして今日ご参加の皆さん、お時間どうもありがとうございます。今、加藤さんの方からもお話がありましたけれども、この BLR のリポートは、2022年版の状況の紹介ということで、実行を障害するものをどう乗り越えるかということになります。皆さんもご存知だと思うんですけれども、一番最初のこのステートの BLR レビューは2020年が最初に発表されました。で、この中では、この自発的自治体レビューがどのような形で進行しているのか、そして
まあ、ローカル版で SDGs 達成のためにどのようにグローバルなインパクトを与えることができるのかという話をしました。で、2つ目の報告書は報告から活動へということでした。そして今日が皆さんと一緒にですね、第3版となる、2022年版の State of BLR となります。それが簡単な紹介ということなんですけれども、まず皆さんよくご存知だと思うんですけれども、この、自発的自治体レビューが何なのかということなんですけれども、自発的自治体レビューとは、まあ、自治体及び地域政府が自発的に SDGs とアジェンダ2030の実行の進捗状況を評価するプロセスです。で、これを通して自治体ですとか地域政府がそれぞれのその経験、課題、教訓を共有することもできますし、また新しいパートナーシップへの扉を開いた形で各自治体のビジョン達成におけるギャップを埋めることも可能になりますし、いわゆるシナジーといったものもそこで想像することができます。そしてこれを通してSDGs 達成のために、まあ、それぞれのローカル、それぞれの地元で、地元の文脈に沿った形でどのように活動していけばいいのか、そしてどのように BLR をやればいいのかといった話になりました。2018年から2021年の間にほぼ100の自治体、地域政府がこの BLR を実施しました。この地図でお見せしている通りなんですけれども、欧米、まあ、ニューヨークとかそういったところ、アフリカ、それからアジア、そしてアジア全体でこのように多くの都市が実施しています。まあ、少ない都市から始まったんですけれども、ご覧の通り世界中に広がっているのがこの地図からも見えると思います。で、私たちのこの報告書を読んでいただくと、まず4つの大きな問題があるということがあります。1つ目なんですけれども、まずこのコロナウイルスパンデミックをどのように反映しているのかと、これが BLR にどのように反映されているか。2つ目がアジェンダ2030がどのようにローカライゼーションされているか、どのように加速されているか。で、3つ目なんですけれども、その各都市がどのようにして連続的に BLR を実施しているか。そして4つ目、2018年以来、これまでとは違ったアプローチが開発されたかどうかです。そこでこの BLR、まあ、2021年の活動情報をちょっとご紹介したんですけれども、まあ、ヨーロッパからは18の都市、自治体、アジア太平洋からは16、南米では10、そして北米では4の都市、自治体、そしてアフリカでは1つの自治体が BLR を実行しました。ヨーロッパ、そしてアジアでは、より多くの自治体がこの BLR ムーブメントに参加しているというのが分かると思います。BLR、どれだけの違った言語を使われているかということなんですけれども、これまでに今、27の報告書が英語、まあ、英語がその地元の言葉でないところもありますので、スペイン語が7語、で、アラビア語、トルコ語、ノルウェー語、イタリア語。で、英語に翻訳されていないところもあります。自治体のが、報告した自治体が40、そして地域政府として8つ、そしてその都市の中の1つの地区として BLR を実行したのが1つになっています。2022年には都市内のあるもう1つの都市の中の地域がもう1つBLR を実施しました。で、これまでの一つのキーファインディングとしてなんですけれども、各都市の人口で見てみると、バルセロナはいわゆる大規模都市に入ります。まあ、100万人、1000万、人口1000万以上の都市が2つ BLR を実施しています。ただその中で、まあ、8つの都市が、まあ、25万以下の人口のところもあります。例えばそのアスカ、今日は発表いただきますけれども、そこに入るのではないでしょうか。そしていわゆるその中規模の都市、まあ、50万から100万のところなんですけれども、2021年にさらには7つのところからやっていただきました。で、一番小さいところは人口が6000人、これはギリシャのスキアトスというところなんですけれども、6000人です、人口が。そして一番大きいところでは東京、人口が1400万というところなので、これはBLR を出した国の、都市の中でも最も人口が大きな
都市となりました。でこれそれぞれ都市、自治体、それから地域政府で2021年にどれだけの BLR が推進されているかということなんですけれども、この地図によるとこの報告書の中では、まあ、英語版なのかそれともスペイン語版なのかといったところもありますけれども、まだその実際に英語なのかスペイン語なのかわからない報告書も中にはまだあります。今精査している最中です。じゃあこのコロナウイルスのパンデミックがどのような影響を持っていたかということなんですけれども、もちろんこの SDGs 達成でそれぞれのローカルの地域で大きな影響があったと思います。でそれぞれの開発発展をどのように影響しているかということなんですけれども、2021年で BLR を行ったグループは、まあ、主にコロナ禍 の、 その全体的な影響の分析と、それに対してその各自治体がどのように対策を取っていたのか、さまざまな感染防止対策の詳細にフォーカスした内容もこの BLR それぞれに反映されていました。で同時にこの BLR がこのグローバルアジェンダをどのようにローカライズすることに寄与したかということなんですけれども、その中で私たち28の BLR をかいつまんで調査しました。で、まあ、BLR をやるためのモチベーションは何なのか、ステークホルダーのエンゲージメントプロセスはどのようなものがあるのか、そしてどのように SDG と整合性をとっているのか、そしてそれに対して、まあ、そのポリシー、各自治体のポリシーと SDGs の整合性、そしてそれをさらには実際のその達成の度合いですとか発展、進捗をどのようにモニタリングしているかといったことも出てきました。もっと細かい情報は報告書に入っていますので、細かいところはちょっと今日は割愛されてさせていただきますけれども、モチベーションのところ、なぜ都市が各都市が BLR をやっているかということなんですけれども、4つあると思います。まず1つ目は、まあ、アジェンダ2030に対してエンゲージメントを増大するということ、そしてこれをまあ世界的なグローバルな議論に参加するといったことだと思います。まあ、持続可能性といったところなんですけれども、特にその持続可能な開発に対して参加することによって各都市でそのまあグローバルなアウトルックを広げるといったところ、そしてもう一つはまあ現状のベースラインを取ってさらに将来の SDGs 関連の作業を明確にするということ、そしてさらにはまあどこで持続可能なイニシエチブを強化しなければいけないのか。で多くの都市が BLR を使って、まあ、自分たちの持続可能性に対するプログラムですとか取り組みを強化させて、より、まあ、その政策の面でもより合理的な整合性を取れたものにしようとしています。で4つ目のところなんですけれども、これはBLR を通して中のそして外の内部外部のステークホルダーとのコミュニケーションをさらに促進させて、まあ、同時に学習したりですとか、それからそのベストプラクティスを共有することに大きく寄与している、まあ、これらがまあ、都市間の意思疎通もあるんですけれども、BLR をやることの意義というか、モチベーションになっています。そして BLR を共有することによって、お互いのその SDGs の目標を達成するために、情報を共有しているということになっています。で、この BLR のサイクルなんですけれども、もうすでに9以上の都市が1回以上の BLR をやっています。ではい、で2030年 の、 そのアジェンダ2030達成に向けて自分たちの活動に整合性を取らせようとしていると。そしてまあ2018年から2021年の間なんですけれども、バルセロナが2回やっています。2020年と2021年、まあ、ロサンゼルスもあります、ヘルシンキもあります、ニュータイペイ、それからニューヨーク、サウパウロ、そして台北は3回やっております。
まあ、場所によって他の都市よりもさらに多くの BLR をやっているということで、ちょっと進んでいるところもありますけれども、このようにかなりの数の都市が2回以上やっています。ただこれを通してですね、いかにこういった都市、各都市がこの BLR に深くコミットしているかというのが分かると思います。例えばなんですけれども、スノーデーとしてこのレビューサイクルの中で各都市が、まあ、どのように自分たちの活動の中にアジェンダ2030を反映させているか、そしてそれぞれのアプローチですとか、それからサクセスストーリーですとか、そういったものがちょっとここで紹介されています。でちょっとこれまでの BLR、まあ、2018年まで遡って見てみると、まず BLR プロセスに対してさまざまなアプローチといったものを見ることができました。まず自分たちの政策を SDGs に整合性を取らせるということ、そうすることによって将来の活動をさらに明確化すると、まあ、自治体がこの BLR を一つのプラクティスとして、まあ、自分たちが将来どの方向に進んでまあいけばいいのか、どのようにその社会とエンゲージをするのかといったところも、BLR を通して特定しています。そしてその地元のステークホルダーとどのようにコミュニケーションを取るのか、またグローバルレベルでのパートナーとどのようにコミュニケーションをして情報を共有するのかといったアプローチもありました。お互いにその進捗をモニタリングしました。で特にこのコロナのパンデミックの中では、まあ、ちょっと後戻りしてしまったようなところもあると思うんですけど、もちろんその核としてパンデミックのせいで自分たちのその重点領域といったものを、並べ直すまたは再検討するといったところもあったわけですけれども、まあ、そういったところも情報を共有することによってアジェンダ2030に対してきちんと整合性を取るために戻すといった活動もしています。でこの BLR をどうやってその進捗をモニタリングするために使っているかということなんですけれども、まあ、お互いにその報告書を出すことによって、まあ、どのように自分たちのその国内の社会、地域内の社会とコミュニケーションしているかといったこともストーリーテリングのようなことを通して共有になった。で高橋所長がすでにお話をしたと思うんですけれども、まあ、なぜ BLR をやるかというのにはまず5つの基本的なメリットがあります。まず持続可能な開発をキックスタートするというのが一つあると言います。まあ、都市の中にはかなり SDGs に向けて長い時間をかけてやっているところもありますけれども、まあ、BLR を使うことによってこの持続可能な開発のジャーニーをスタートしたといったところもかなり多くありました。そして BLR を使って自分たちのポリシーをきちんと特定して整合性を取らして持続可能な開発に向けてスタートをしたといったところです。そして SDGs に関しては大体国家レベルで会話が始まってるんですけれども、 BLR を使うことによってそれぞれ文脈が違うんですけども、国家国の文脈と自治体の文脈でも違うところがあるので、それぞれのレベルで SDGs が何なのかといったことを考えるために BLR がとても役に立っています。自治体、そして地方地域政府、そして各コミュニティとのコミュニケーションにも役立っています。でもう一つのメリットとしては水平的な統合をさらに促進することができます。例えばそのセクターごとに、またはその政府の中にも違う部署、違う部門があるんですけれども、そういった人たちが横断的につながり、整合性、統合性を持って活動することにこの BLR 活動は大きく寄与しています。そして BLR を通して各国の中の各自治体、各地域政府がお互いに情報共有することができています。そしてこれは垂直の協力、それから競合も推進しているということですよね。そしてもちろん一番大きなところはもう全体的にコミュニケーションに寄与しているところだと思います。社会のさまざまなレベルからということなんですけれども、もっともっと細かい情報がたくさんありますけれども、こちらの URL をクリックしていただくと、
今日お話ししていただくバルセロナ、それからアスカ、ニュータイペンも彼らのビエラードをこのウェブサイトに上げてくれています。といったところで、これが私の、まあ、土台となるプレゼンでした。どうもありがとうございます。交代お願いします。船村さん、発表の方と新しいパブリケーションに関するメッセージなどのご紹介ありがとうございました。 URL、 そういう文献関係の URL の方も貼っておきますので、そちらの方も皆さんご確認いただければと思います。それではここからはパネルセッションの方に行きたいと思います。まず、タイトルですけれども、VLR を実行することによるメリット、ベネフィットというタイトルで行いますが、半年の3人のスピーカーに今回お願いをしております。2021年に VLR を実行されている年でございます。ノルウェーのアスカ、それからスペイン・バルセロナ、台湾の新台北でございます。3名のスピーカーすべてご参加いただいておりますし、VR の計画のところから途中のプロセスのところまで非常に密に関わっていられた方々でございますので、彼らのストーリーということで現場の生の声を聞けたらというふうに思っております。パネルセッションには前半と後半に分けておりまして、最初はですね、各スピーカーから発表してもらい、その後ディスカッションという形で構成したと思っております。ではまず最初のスピーカーでございます、マルティハッスル様でございます。インターナショナルコーポレーション&パブリックリレーションアドバイザーという役をアスカー市の方で、ノルウェーのアスカー市で担当されていらっしゃる方でございます。それではマーカー様、ご回よろしくお願いします。 Good morning and good afternoon. ありがとうございます。おはようございます、こんにちは。 Thank you so much for... まずは今回ご招待いただき、ウェビナーに参加させていただきありがとうございます。VR についてのウェビナーということでございますが、私の方からそうですね、アスカの地方自治体としてどのような形で SDG と取り組んでいるかという内容、これをボラントリーローカルレビュー2021年の VLR での報告内容を主に照らして紹介いたします。この北欧の半島がございますけれども、首都オスロの近くに位置している都市でございます。2020年前まではフールム、レイク、そしてオスカという3つの都市でありましたが、統合されました。2014年に地域改革というのがノルウェーの議会で承認されて、全地域が1ないし2都市と近隣の都市とより効率の良い、より大型の都市にしよう、地方自治体を統合しようという結論になりまして、オスカは北欧のノルウェーの中で十分な規模もあったんですけれども、地方の議論を重ねた結果、近隣の都市と統合することになりました。2016年にアスカ、フーム、ローキンが統合する、そして新生のアスカとして2020年の1月にスタートするということで、今現在ノルウェーでは第8番目の規模の都市ということになっております。国連の SDG が始まったのも大体同じ頃でございます。我々の統合活動と時をほぼ同じくしてスタートしたわけでありますが、もともといた3人の市長、彼ら3人、彼女たち3人の市長がですね、SDG を枠組みとして使って新しい地方自治体の目標を達成していこうと、そして3都市のこの統合活動の一環として SDG を使って地方自治体としてのマスタープラン、ロードマップを作っていこうということになりました。ということで、市民から行政もですね、この施策の取り組みには参加いただいております。そして非常に期待の持てる SDG をですね、ローカルで実際に行動していくにあたっては非常に期待が持てるだろうと思ったところと、全く新しいところから一からスタートできるという気持ちを持って取り組み始めました。 SDG をまずですね、ゴール、ターゲット、ストラタジーということをもとに新しい都市の文脈に落とし込むということは非常に複雑でございました。そこでですね、いろんなプロジェクトを合わせた形の整理というものをやりまして、まあ他にもいろいろ組合から、それから行政からいろいろなところの人たちが参加いただいて、我々のローカルのリアリティに合わせた、そしてローカルのコミュニティの求める形のゴール設定というものを行いました。これはですね、政党政治であるとか、
そういうようなところにはとらわれず、すべての政党が参加をするということで、共通の意思決定をするという形で運びました。もともとですね、国として並びに各地域のガイドラインというものがマスタープランに対してありました。 SDG はグローバルなものでございますけれども、意図的により広くグローバルな開発、持続可能な開発というコンテキスト文脈で我々の都市に落とし込んでいったという活動をやりました。まず上の三角形でございますが、最初に広く始めるというイメージのところですね。そこからしっかりとプロセスを踏んでグローバルからローカルに落とし込んでいくと。一方で下の三角形ではございますけれども、これはもともと地方として持っていた計画の流れですね。それから計画設定、企画、実行のところまでの流れを表しております。このようなプロセスをやることによって、17、そして107のすべてのターゲットを評価をいたしまして、新生アスカにとっての、どのような意味合いのゴールが必要なのかということを議論いたしました。そしてどのターゲットが我々にとって一番重要性が高いのかということを評価いたしまして、そして関係各社、ローカルの参加者、地方自治体の、そして地方の市民の参加者などにも協力をいただいて、このようなマトリックスというか表文に基づいて、最も自由要性の高い、優先性の高いものは何かというところの確認作業を行いました。そして最初2年を使ってですね、ターゲット設定、優先事項の見極めということを我々の地方の文脈から行いました。市民も政治家もこのマスタープランを統合することに積極的に参画いただきました。そしてローカルの指標というものをもってしてモニタリングをして進捗を管理しております。マニュアルプランなども作りまして、我々の地方自治体のガバナンスモデルが SDG にしっかりと反映されているようにし、そして我々の目標アクションプラン予算などがすべて、関係しているようにということで、そしてサステイナブルオスカーという名のもと実行の方も進んでおりまして、この計画メソドロジーなども、資料としてまとめております。2020年、新政統合とした自治体として立ち上がってからわずか2年後でありますが、 SDG の実行というところで WWF に参加もしましたし、若者参加プログラムにも参加しております。そして都市からそして議会まで LVR を実際に作り、そして SDG のローカル化というところで促進をしてまいりました。我々の VLR の中ではここまでの、取り組み、そして今後の進捗という内容を主にまとめております。そして最初に投じられたクエスチョンという意味で、 VLR のやはりメリットとはありますか、いろいろ多岐多様にわたる内容から SDG の観点から現状がどうであるということを評価することができる、いろいろな国連 EU もしくは USCLG だとか OECD だから発行されているガイドラインのもと評価をする現状を知ることができ、あと都市間でのナレッジシェアリングができると、そしてよりシステマチックに行うことができる、そしてどのような場所がもしくは項目が強化が必要かというところがあぶり出せるというところであるかと思います。 VLR に関するガイドライン並びに SDG の進捗を管理するための指標などをすべて確認いたしまして、重要であろうという KPI というものを我々の方から提案をしております。そしてこれによってノルウェーのローカル&リージョナルオーソリティのアソシエーションとも連携をしておりますし、それから新しく出たタクソノミーなども SDG に関係したものが発表された中でそれも取り組むようにしております。そしてどの KPI であれば我々のニーズに一番適しているのかということを見極めて上で定義をしております。 SDG のそして VLR の進捗の内容に関しては英語でも発表しておりますのでご覧いただければと思います。もしくは質問ありましたら私の方にコンタクトください。はい、ありがとうございました。ウキさん、非常に情報のあるプレゼンテーション、すごく参考になるプレゼンであったかと思います。 SDG というのはいわゆるガイダンスになるんだと思うんですね。新しくですね、
アスカ、新生アスカにとってのサステナブルなプログラムをまとめるにあたって、ガイダンス、SDG がいわゆるツール、一つのツールとして、そうですね、政策をより改善することに努められたんだなというふうに思いましたので、あとですね、このガイドラインがジャングルのようにいろいろあるというのももう本当にそうだと思いますけれども、おそらく他の自治体の方々も同じようなことを感じられていると思うので、そこをどうですねサバイブしていくかというようなこう小さに富んだものかと思いました。後ほどまたお話しできればと思いますけど、ありがとうございました。Move on to the next speaker, Mr. はい、では次に行きましょう。ラモン・カナル・オリベラさん、バルセロナ市のテクニカルプログラム室長の、ラモンさんです。ラモンさん、どうも待機ありがとうございました。プレゼンをお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。そしてこれまでのプレゼン非常にいい設定をしていただいたので、私の方からはバルセロナのお話をしたいと思います。次のスライドお願いします。ありがとうございます。バルセロナという都市なんですけれども、非常に人口が密集したところなんですね。で、まあ、アスカの例から見てみると、まあ都市中心部というのがアスカと比べればかなり大規模なものになっています。で、皆さんもご存知だと思うんですけれども、ちょっと複雑な構造を持っているところがあります。特に制度化ですか、まあ、行政の面では非常にその競争が厳しくて複雑ですので、実際にガバナンスといったところでは難しくなるところなんですけれども、まあ、都市としては非常にダイナミックで豊かなところなんですけれども、まあ、社会的環境的には脆いところもある都市です。そして私たちの経済は、まあ、専門業務化された各種サービス、まあ、ツーリズムのようなものなんですけれども、それをさらにそう多様性を持った、まあ、経済に発展させたいと思っています。まあ、それに対してはベースがありますので、まあこれまで話してきたアジェンダですとかツールもそこにきちんと投入していきたいと考えています。これがバルセロナの市議会の話になるんですけれども、これがバルセロナの、自治体になります。さまざまな目的を持った組織でありまして、さまざまなパブリックサービス、公共サービスも管理してるんですけれども、どのようなことをやってるかというと、まあ、アジェンダ2030に関連するところ、ほぼすべてに関連していると言っていいと思います。予算のところなんですけれども、30億の予算という30億ユーロという、これが2020年の予算でした。で、自治体の議員が、まあ、41名いまして、さらにはそこに全議会総会として各市の市長が入ってきます。まあかなり複雑だといったことが分かると思うんですけれども、これが実際に市議会です。で、いくつかの政党が、参加しています。で、ここ10年ほどですね、いわゆる与党というものがなくて、2019年に発足した政府なんですけれども、少数与党の政府となっています。で、アジェンダ2030はいわゆる少数野党の、副市長が担当しています。ということはあまりその権力のない力のないところで管理をしているということになるんですけれども、とはいえアジェンダ2030をローカライズするためにはこの人たちに頑張ってもらっているというのが現状です。でただし、その市議会はこのアジェンダ2030のローカリゼーションを促進するだけではなくて、まあ、細かい目標ですとかターゲットといったところもきちんと見ました。で、ゼロから始めたのではないんです。私たちの市議会というのはいつもすべてのレベル、すべての場所を見渡してベストプラクティスを探すんですね。ただし市議会の中ではサイロ化された組織があって、それぞれ非常にプライドの高い、意思の強い部署になっています。ただ、このローカリゼーションに対する要求というのは、
まあ、バルセロナの中というよりは国際的な、まあ、プレッシャーから来たと思います。バルセロナの代表なんですけれども、どこに行ってもバルセロナはこの SDGs 達成のために何をやってるのという質問を受けまして、そういう経緯がありましたので、じゃあすでにどのようなものがあるのかを確認して、そこから自分たちのものを構築していこうという話になりました。で、皆さんもご存知だと思うんですけれども、これがバルセロナが解釈をしているアジェンダ2030です。3つの側面があります。で、これをもとにして市議会も自分たちの政策ですとか計画を立てていったわけです。計画自体は非常に素晴らしいものがあるんですね。で、実際に持続可能性に関するエンゲージメントというのはもう1990年代からかなり長いこと関わってるんですけれども、男女平等ですとか、それから国際協力、それからまあ各領域、領土の開発とか、そういったところにもかなりこの持続可能性といったところを視野に入れて尽力してまいりました。で、そういった計画がたくさんありましたので、その中から実際にまあ、国連が打ち出している目標を都市レベルで自分たちの解釈のもとにどれに取り組んでいけばいいのかといった計画を立てました。まあ、その頃はですね、実際に定量化できるようなターゲットがなかったんですけれども、それを確立するためにさまざまな対話会話を始めて、それから部署間で部署部門にまたがって、政府の中でもこういった議論を始めて、アジェンダ2030のローカリゼーションに向けて出発しました。で、その一つの例なんですけれども、本当に計画といったところは私たちの強みでもありますので、2005年2006年あたりから社会的インクルージョンといったところでは計画を始めていまして、それに対しては700以上の組織が参加をして、自分たちのそれぞれの目標を立てて、アクションネットワークといったものを確立して、情報状況を共有してきました。ただ、それぞれのディメンション、それぞれの次元をどのように統合するかといったところがありましたので、それを社会的、経済的、それから環境面からどのように整合性を持たせていくのかといったことを話しました。そして、社会民主主義党といったところがある、社会民主党、失礼しました、失礼いたしましたという一つの政党があるんですけれども、そこから始まったバルセロナモデルのビジョンといったところがありまして、持続可能性をかなり取り入れた政策でした。で、それをもとにして、自分たちでも共通の理解、共通の土台ができるんじゃないか、あるじゃないかといったところにたどり着いて、そこからさらに自分たちの中身、計画を立てていったというのが私たちの経緯となります。ちょっとこの話はちょっと古い話になるのかなといったところで、古い話になってしまうんですけれども、実際に私たちの戦略に SDGs のそれぞれの目標をどのように組み込んでいったかという話になりました。で、次のスライドです。で、2020年、バルセロナは都市として一番最初の BLR を実施しました。で、それがどのように行われたかということを簡単にお話したいと思うんですけれども、それぞれの目標に対して活動ですとかモニタリングをしていたんですね。で、このスライドを見ていただくと、まず UN の国連のターゲットで自分たちに関連性があるものはどれかといったものを特定して、で、それに対して市議会がそれぞれの戦略といったものを立てて承認をしました。で、次のスライドで、これが実際にこのバルセロナのターゲットなんですけれども、それぞれの目標、ターゲットに対してきちんとその政治的な目標があります。で、運営面でのキーインディケーター、まずその文脈があって、それから運営する面でのターゲットがあって、で、さらにはキーインディケーターを特定して、で、もともとどこから来ているのか、ソースがあって、それから現時点でリファレンスバリューとして金額を載せて、で、ターゲットバリューも載せて、
例えばこの2030年までのターゲットバリューもここで金額として見せています。でこちら次のスライドなんですけれども、2021年すべてオンラインに上げました。 SDG というソフトウェアのプラットフォームを開発しても、私たちにとって非常に使い方もシンプルななんですけれども、非常にその内容に富んで使いやすくて、メタデータもありますし、マイクロデータもありますし、あの BLR を始める前からこれがありましたので、 BLR に対しても非常に役立ったものですし、 BLR の内容もこのウェブサイトに上げるようにしています。さまざまな情報がこのウェブサイトに載っています。で次のスライドでは、これが昨年、実は今年の初めなんですけれども、私たちの2つ目の2回目の BLR BLR2021 を発表しました。でこれはその各自治体のアクションの進捗状況と、それからまあ評価ということなんですけれども、もちろんそのコロナウイルスのパンデミックがありましたので、それに対する対策もかなり多く盛り込まれていました。でもちろん持続可能な開発に関してはインディケーターとかいったものもあります。そしてそれから予算も実際にこの私たちのアジェンダに整合性を取らせることに成功しましたので、ベストプラクティスの解説などもこの報告書の中でやっています。で結果として簡単にご紹介すると、特に経済的なインディケーター、社会経済的なインディケーターにはパンデミックがかなりの影響を持っていたということ、それに加えて、公共安全ですとか、それから、住宅へのアクセスですとか、そういったものへもかなりのネガティブな影響があったよねというのが、そのコロナパンデミックの影響をまとめた内容になります。ただ皆様ご存知の通り、コロナウイルスのパンデミックはツーリズムに多大なネガティブな影響を及ぼしましたので、そのせいで、そのために社会経済的なところではかなりのネガティブ、かなりのマイナスになっています。ただそれを通して排出量はかなり減らすことができたよねといった話にもなりました。ということは、やはりそのパンデミックのような非常事態の中でも SDGs の達成に向けて活動は、ある程度の活動は推進することができるよねというのを証明したという感じになっています。でこちら今現状のインディケーターなんですけれども、これはもちろん毎年アップデートされていますので、これが今です。でこの中では予算との予実の管理のグラフもありますし、各 SDGs に整合性を持たせている私たちの目標の進捗状況、それぞれに予算と、それからその予算の実行パーセントで見せています。これは実際にプログラム全体を管理している人のための情報と言っていいと思うんですけれども、それぞれの活動がどのように特定の影響を持っているのかといったことを見ることができます。で先ほどベストプラクティスを共有しているというお話をしたんですけれども、この通り各セクターの中で、自分たちが何をやっているのか、でこれを共有することによって関連する全ての組織が何が起こっているのか分かると。先ほどフィナンドさんも言っていたんですけれども、 DLR の一つのメリットとしては、それぞれの組織のコアの活動ですとか、そういったものはすぐ見れるよねという話になっています。ここで私の発表の最後のところになるんですけれども、今どのようになっているかといったところ、まず完了しているところなんですけれども、定量的な、インジケーターはまだ完了していませんけれども、ちょっと複雑なところがありますので、ここは外部の研究所の助けを借りて、そしてさまざまな違う部門の助けも借りて、このターゲットをどのようにきちんと定量化するかといったことを今作業している最中です。
そして2つ目のところなんですけれども、あのスペイン BMA カタロニアですとか欧州連合といった自分たちの都市の中だけではなく、領域間で最もその協調性があるインジケーターも特定しようとしています。でプライオリタイル優先順位付けのところなんですけれども、ここはあのもう客観的に基準ベースで目標の優先順位付けはできています。でその各自治体のコンピテンスですとか、それからその実際に世論ですとか、そういったものも取り入れて優先順位付けをしました。あのターゲットの数が膨大ですので、それを実際にきちんと見極めて今何をやるべきかというのを検討するのがちょっときつい作業になることもあります。それは皆さんもご存知だと思います。で4つ目の結論なんですけれども、これを社会的にどう反映させるかということなんですけれども、まあ、その社会的経済的なあのアクターの皆さんとこのアジェンダ2030の目標を共有して、でその彼らのそれぞれの活動をこの BLR に組み入れています。であの毎年ですね、こういったその関連ステークホルダーの方たちとのコンフェレンスを開催して、大きなアリーナで大きな場所で、実際に共有しています。で今年の11月に、失礼いたしました、昨年の11月に2回目のコンフェレンスをやったところです。で来年なんですけれども、このアジェンダ2030の達成に向けて私たちのポジションがさらに強化されることを目指して、メタプラン、メタ計画の作業が進行中です。そしてさまざまな組織にまたがってきちんとモニタリングをして進捗を管理していきたいと考えています。私からは以上です。どうもありがとうございました。ナモンさん、どうもありがとうございます。非常にいい内容ですよね。あのバルセロナでのローカリゼーションでいかにそのアジェンダ2030のターゲットを自分たちのローカルレベルに落としていったかというのを本当にステップバイステップで短い時間でしたけれどもきちんと説明していただきました。非常にあの感服するような内容でございました。あの今日本当に日本人の聴衆の方もたくさんいらっしゃるので、今お話しいただいたことを各日本の自治体の方にも非常に有意義な内容だったと思います。そしてあの、まあ、BLR、まあ、いわゆる持続可能な開発に向けての一種のヘルスチェックのようなものに今なると思いました。ですのいかにその皆さんがコミュニケーションをさまざまなレベルで実行したかといったところも非常にいい話でした。どうもありがとうございました。また後ほどお願いいたします。交代お願いします。では本日最後のスピーカー台湾ですね、メシオチャオさん、あの BLR の、 あの新台北市におきます本当に中心的なあの人物でありますので、あの都市におけるそうですね BLR の体験などを共有いただければと思います。よろしくお願いします。 IJES の皆様、そして今までの2人のスピーカーありがとうございます。今回特にですね新北市とあの台北市といたしまして、2021年のステートオブ VGR の IJES の共有セッション参加させていただきありがとうございます。あのこの地域からは私のみのみということになりますけれども、新台北あのは日本の各都市とも非常に近くありますので、こんにちはという方で、あとご覧の通り多くの日本人の方も参加、今回オンラインでされているようですので、まあ、10分というのはちょっと短くすぎるかと思いますので、ただ一つだけですね、あのこの3都市の中でアジアを代表しているのは今回我々のみということでありますので、どういうことを皆さんと共有するのがいいのかということをちょっと悩んだ結果、まあ、皆この SDG に関しては皆さん詳しくありますので、じゃ あの SDG あの台湾全体として、そして台北としてどのようにやってるかということを共有させてもらえればと思いました。まずはこの写真ですね。これがマティンもうあれですよね、この社長写真がスライドの一部にあったかと思いますけれども、
でも、いや、本当にすごいなというか、これ2020年に撮影された写真になります。3年前にですね、ワールドアーバンフォーラム第10回のフォーラムですね、そのうちの3都市はすでにここで出会っております。もうその当時はですね、ミゲル・ラジーガさんが代表として参加されておりまして、当時アジェンダ2030 の、 コミッショナーということで、まあ、マーティンも先ほど話があった通りですね、それからメリカラーディ市長がアスカー市を代表して参加されておりまして、ニュータイペは私の方が参加をしました。あと国連のハビタットリードの真ん中のハビジャさんですね、ハビジャを着られている方がですね、ホスト役として国連を代表して招かれたと。そして SDG の名のもと、そして IGES のご協力ごと、また本日のセッションで再会ができたんだということで、まあ、我々本当にまたこういう形で一堂に会すことができましたので、まず説明を始めるにあたってやはりこの写真からスタートしたいと思いました。それでは新台北市においての BLR は何であろうかというところで、台湾における最大都市でございます。日本の皆様はご存知かと思いますけれども、400万の人口の都市でございます。まあ、本当に台湾の産業を特に引っ張っている都市でもありますし、台北の中でもですね、最大でありますので、人口も多く取り組みの内容も大きくあります。その中でなぜ SDG VLR を2019年の時点で開始しようと思ったのか、まずこれは我々にとってはレポート以上の、ただのレポートではございません。目標パーパスを持ってというか、だからといって新台北市がですね、SDG、VLR の後、全く SDG の取り組みがなかったということではございません。そういうことを申しているのではなく、ただ、この SDG を理解する、そしてプロセスを VLR の形で理解をすることによって、我々のパーパス、市長の公約、市民に対する公約というところも含めて、より明確化されたということだと思います。ですので、ファナードさんの方からも発言もありましたけれども、5つの理由、VLR がなぜ都市が取り組むべきかと、まあ、その5つがですね、を通じて市長の市民に対する公約というところがより明確にこうなってきたと。そして都市の自治体として我々が何を取り組んでいるかというところも同様でございます。もう本当に数多くの政策をですね、都市政府として常に取り組んでおります。市民のために、もしくは都市開発のためにかつやっております。 SDG VLR をやることによって、それぞれの様々な活動政策ということを一堂にまとめて、各省庁バラバラに取り組んでいたものが、もしかしたらタコツボ型にしかできなかったようなことを乗り越えてできたと。バレテレアのレポートにも発表にもありましたけれども、大都市になればいろんな省庁が関係してくる、部署が関係してくる、そしていろんな目標、いろんな指標がなければいけない。その中で統合して一括で管理するということは非常に重要でありました。あと他にもう一つ重要なことと言いますしましては、非常に重要なシグナルというかメッセージを他の都市にも広げられる。これは国内もそうですし、海外にもそうであるかと思います。強いメッセージをこの活動に取り組むことによって送ることができると思います。我々と我が都市、そして新台北市の未来はどうなのか、そしてどんなパートナーをその土地で探しているのかというところの発信にもなりますので、もう単なるレポートというものではございません。我々にとっては、それではちょっと簡単にですね、まあ、SDG、VLR、どのような取り組みで今までやってきたのかというところをちょっと簡単にツアー的に説明させていただきたいと思います。まず2019年に VLR を始めました。まあ、参加、まあ、ホストをした時もありますし、それで合計39のアクティビティをやっております。そして89カ国以上の参加者、そして300近い都市が参加しておりますし、6000以上の大学、グループ、インフルエンサー、国際的な活動をグループ、もしくは各組織、さらに個人も含めてですね、オンラインもオフラインも、
ポッドキャスト、もしくは出版、各チャンネルで行っております。ですので、新タイペイ市としては非常に期待を持っているところでございまして、特に私のような国際関係を担当している人間にとっては非常に期待を持っているものです。そして2019年に最初に出した時にはですね、多くのアワードを認識をいただいております。例えば台湾で我々、ですね、ニューヨーク市の BLL 宣言に協調というかサインを共同でするという意味では台湾から一箇所唯一我々が選ばれましたし、 WBA10 の中でもあと VR の IF デザインアワードであるとか、あとメディアの方からもですね、認識アワードというものを台湾国内でもいただいております。ということで、このようなことをですね、達成することによって、我々の立ち上げ以降ですね、BLR が2019年以降立ち上げてから、このような実績というものもできております。写真、皆さんご存知のところの写真もあるかと思います。このスライドは特にですね、アイジェスの皆さんにためですね。なぜかというと、アイジェスさんは本当に開始当初からずっと一緒にいてくださいました。その真ん中にある一つ、この上の真ん中の写真ですね、我々の市長がですね、白いシェフスーツを着てます。そして彼の隣にいるのがアイジェスからのゲストということで、もうアイジェスは辞められているんですかね、ひろたかさんですけれども、でも当時はですね、もうわざわざ台湾までいらしてですね、VR の開始パーティーというかスタートパーティーに参加してました。そして2020年のアブダビの第10回フォーラムの中では、私どもがですね、共同参画というんですが、フォーラムをですね、ドクター藤野純一、ドクター藤野純一様先生とですね、まあアイジェスの方先生ですけれども、と一緒に参加をいたしました。でアースデーサミット、アースデーフォーラムが4月に行われた際には、ファナンドさんもですね、参加ができるできたということで、いろいろ共有して、アイジェスとしての観点からですね、SDGs Seeking Leader of 2022年というタイトルのもので共有いただいて、非常にあれも良かったです。そういうことで、こう、まず BAR の我々にとっての第1号でございますけれども、いろんな成功認識もいただきました。ただこれはですね、第2回、いわゆる2年後の、つまり昨年ですね、昨年の11月、2021年11月に発表した第2回が正式な発表でして、なぜそこまで時間がかかったのか、もしくは2019年の第1号と2021年の第2号の違いは何かというふうなところを少し研究させていただきますと、まず最初、タイトルなんでありますけど、ビルダーはオンアイディールシティ。理想の我々の都市を作るんだと、これは都市はどういうふうに構築されるべきなのか、SDGs の概略をどう実行していくべきなのか、そして都市間でどう連携をしていくのかと、そしてたったというのがテーマでしたが、ただ2回目の VLR におきましては、また市民にフォーカスを戻しました。ピープルセントリックな問題に取り組もうと。いうことで Leaving No One Behind というタイトルにしております。でなぜか、皆さんご存知の通りでございます、2019年から2021年といえば、コロナの影響を皆受けておりました。その中でいくつかの機能というか特徴をですね、最新の BL の中がピックアップしてご紹介したいと思っております。まず一つ、1チャプター、コロナにコロナと我々の都市の反応というところ、もしくは市民の生活にどう影響があったかというところに専念したチャプターがございます。とうとう命も行われました。家族もですね、こういうような戦いということは常にやはり念頭に置いておかなければいけないということで、1チャプター、貢献しております。ただこの第2番 VLR の第2番の中ではですね、その他にも特にですね、いろいろな振り返りというものがコロナの他においてございましたので、まず一つはですね、コロナにおける影響という意味では、もうみんな例外なく全ての人が影響を受けております。この中でピープルセントリックな政策、
もしくは人中心な都市開発というのがこれまでいないほどの重要性ということになるかと思います。ですので VAR 第2号におきましては16の82の政府の省庁から好事例ベストプラクティスとして紹介をしつつ、この67の成功事例ベストプラクティスはPPP パブリックプライベートパートナーシップのものもありますし、それに対して人々の生活というのをストーリーとして伝えたいというものがございました。いろんなターゲットだとか指標だ、インデックスだ、マトリックスだ、いろんな指標数値がございます。飛鳥氏もそうですし、バルセナ氏の発表にもこれまでありました通り、本当に多くの指標であるとか数値というものが意味合いのあるものがございます。その中で我々が SDG の数値をどう捉えるべきかというところは2回目の中でより考えております。それも唯一の目標として慎重に数値を選ぶにあたっては我々のパーパスに反映したものを選ばなければいけない。そして前ページ戻って、そうですね、他にも考えなければならないことといたしましては各数値の関係性というところですね。ですので台湾としては初になりますけれども、このスタックホルムインスティテュートと連携をしまして、エンバイロン SEI というところと連携をして、こういうものを作りまして、このような分析の取り組みというのは一番我々としては最初のことでありましたが、ただこのですね、それぞれにですね、右上の方にそれぞれの数値というものを表示し、あとゴール17のゴールがございますけれども、そのゴール間でのインパクト、どんなトレードオフ、どんな妥協があるのかというところなども示しつつ、なのでやはりそれぞれの好事例といってもまだ改善の余地がありますので、このような方法でですね、より情報を使った形で IS などからの情報も取り込んでですね、我々の数値が改善できるようにということで、より分析にも やりやすくなるようにとしてやってます。あともう一つ話させてもらいますと、マトリックスとか数値だとかターゲットだとか、例えば飢餓をゼロにする、で身体ベースとして飢餓をゼロにするというのはどういうことなのかと、我々の方ではですね、ローカルゴール67とゴール67、ローカルゴール67の中ではオーガニックの野菜の供給をですね、給食、地方の一つの指標として、飢餓をゼロにするというところをですね、我々を通して独自の数値を持ちつつ、ですね、そこの飢餓をゼロにするということの達成に貢献しつつ、オーガニックな食品というのを給食という形で学生、子どもに届けようというところで、それをもってさらに業界からもイノベーションを引き出そうということで、波及をさせています。あと他にもですね、パートナーシップ、特に民と官でのパートナーシップです。特に我々都市にいる若いデザイナー、それから地元の企業などがですね、本当に BLR にふさわしいパッケージを作るということで、特にこういうリーダーが4名ありますけども、ご覧の通りですね、全員女性、上員若くございます。もう非常に我々の都市の中でもアップサイクルであるとか、その他の無駄のゴミの処理のやり方であるとかの本当に大きい模範でございまして、イノベーション、都市としてのイノベーションにもつながりますし、他にも廃棄のところであるとか、処理であるとか、まあ、本当に動画する時間ってまだ残っておりますからね、もう、いや、ちょっとそうですね、もう時間そろそろ厳しくありますので、では動画はちょっと今ここから、今、じゃあ、動画を流さないといたし、まあ、動画ですね、今ここからで簡単に。流す代わりに SDG のローカルグローブでこれ人という中国漢字を表しておりまして、人と人が一緒になって11のゴールと、そしてサステナブルコミュニティがセンターにあると、これがオレンジの色ですね。でこれはハーモニーのように人がこう花のように咲くというようなイメージでございます。 そして Our Earth Day Forum? Earth Day のフォーラムの際には市長がですね、新台北市が2050年までにネットゼロを達成するということで宣言をいたしました。そして他にもですね、もう一つ
昨年の11月に、VARR を発表し、そこからアースデイフォーラムが実際に主催した4月の間、ここでちなみに新台北市自体がネットゼロに2050年にという宣言をしているわけですけれども、その間の活動というものは新台北市におけるボランティア活動によって支えられております。こう政策をですね、中央政府の発表の前に我々が先日やりました。そしてこのアナウンスメントに対しましては業界から各社から非常に反応環境がございまして、ですのでアースデイフォーラム自体はこれは研究関係であるとかだけではございまして、 Google の人もやりましたし、私は台北市におけるモビリティだということで、台湾のテスラみたいなところがですね、参加も参加しておりますし、アメリカの商工会議所もですね、我々のこの宣言活動を努力を支持するという発表があったり、ですので我々の想像を超える反響がございまして、しかしこれというのは SDGVLR のおかげということだけではなく、これが台湾における新台北市がこういうことをやっているというものすごいシグナルになったということなんだと思います。ですのでこういう各政策に皆が参画できるんだと、そしてですので2019年から2021年かけて市長並びにの市役所の各省庁がいろんな活動を発表しております。例えばでありますけど、クライマティ気候変動緊急宣言、これも台湾で最初でありますけどやりましたし、あと地方をゼロカーボンシティ の宣言というものも今現在ドラフト中でありますけれども、もしくはゼロエミッションネットゼロエミッションのガイドラインロードマップとかも今作っておりますが、本当に各所もう本当に市役所内のいろんな文書がそれぞれやっておりますが、ただゴールだけは一致しているという状況でございます。そして最後になりますけれども、 ESG ダイアログがですね、がこの新しく立ち上げたウェブサイトでございますので、ぜひご覧いただければと思います。次のスライドになりますが、 SDGs VLR、 VR はツールだと思っております。もしくはステートメントというか SDG のための政府の地方自治体のステートメントになるかと思いますし、パラダイムシフトになると思います。 SDG には非常に多くの指標がございます。いろんなリソースも資源もあります。ただその中で何をすべきかというですので、この自治体として今はより多くのパートナーと協力していきたく思っております。例えば循環社会であるか ESG などの名のもとですね、ぜひ皆さんも参画いただければとおります。そこで最後になりますが、都市というものは気候変動を引き起こしとしている原因かもしれませんが、ソリューションにもなり得るんだと、これを BLR ボランタリーローカルベリーを発表することによって、このボランタリーという言葉を強調したくありますけれども、これこそが正しいマインドセットだと思うんですね。自主的にアクションを発動することによって、それとパートナーシップを合わせることによって、パートナーシップ官も民もパートナーシップをもってして協力をしてできると思いますし、新台北市並びその他の都市の SDG の達成に貢献いただければと思っております。すいません、ちょっと時間超過をしてしまいましたけれども、失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、今これまでの取り組みのストーリーいただきありがとうございます。 VAR はレポートではないというところなんかも非常に響きましたし、あと他にもシンボルとしてそのサステ都市のサステナブルの取り組みの方向性を示すであるとか、もしくは他の方々との連携というところで、素晴らしいというところをですね、VLR の役割が新台北市の文脈においてどういうものかというところをよく説明いただいて思います。The discussion sessions, but we have only 50 minutes to go. But please excuse us to. ディスカッションのところなんですけれども、実はあと15分しか残っていないんですね。5分ほどはちょっとオーバーしてもいいかなといったところで、ご参加の皆様、質問がある場合はチャットボックスを使って、ご質問を投稿をお願いいたします。で、時間がありましたら可能な限りお答えしたいと思います。で、この、
議論のところですなんですけれども、もう今の発表、3社の発表からですね、さまざまなストーリーがあり、それに対してかなり多くの質問もあるんですけれども、BLR をこれからやろうとしている人たち、やろうとしている自治体の方たちからの質問に絞りたいと思います。で、今日のパネリストへの最初の質問なんですけれども、まず、今これから BLR のジャーニーを始めようとしている都市に対して何かメッセージありますか？この3つの都市なんですけど、皆さんのところでもうすでに1回目、2回目とやっておりますので、多分スタートするときはこういうことを知っていると役に立つよみたいな、メッセージがありましたら、ぜひこれから始めようとしているニューカマーの皆様と共有していただきたいと思います。とそこでマーティンさん、アスカイ市のマーティンさんにお願いいたします。ありがとうございます。それからバルセロナ、新台北、発表どうもありがとうございました。もう本当にお話を聞いていると BLR をやるにあたって、まあ、同じような課題、同じような問題に直面してきたんだなと。そしてそういったものを克服するために同じようなことをしてきたし、まあ、非常に細かいところまでモニタリングをしてレビューをしてきたということが分かりました。私たちアスカでは、まあ、BLR は1回しか行っていないので、1回目の BLR に向けてプロセスがどのように簡単になるのか、またはより難しくなるのかといったところも知りたいなと思います。で、私たちが今2回目に向けて何をやろうかということはですね、まず1回目に何をやったのかと、そして自治体レベルでその SDGs をどのように組み込んできたかといったことを今精査しているところです。そしてここ2年ですけれども、まあ、この先2年ぐらいで次の BLR をやりたいなと考えています。で、まあ、それを踏まえてですね、すでに2回目の BLR を実施した都市の方たちからお話を聞きたいなと思います。そうですね、ありがとうございます。ではこれから第1回目の BLR をやろうとしている都市の皆さん、そしてもう2回目もやってしまった、またこれから2回目をやろうとしている都市の方たちも、まさにそういったことをしてみたいと思いますので、ナモンさんのところに行きましょうか。もう本当にステップバイステップで、その第1回目から2回目のアプローチといったことを説明してくれたんですけれども、そこでナモンさんにお願いなんですけれども、1回目の BLR と2回目の BLR でどのような違いがあったんでしょう。ちょっとお話しいただけますか。ありがとうございます。そうですね、まさにこの質問なんですけれども、まあ、この作業を始めた時から私たちの頭にあったことなんですね。同じ内容の BLR を毎年やるというのは無理です。本当にいわゆるそのコストパフォーマンスの面でも、もう作業が膨大なので無理なんですね。ただ、まあ、毎年いわゆる主要インジケーターに、主要の指標に関してはきちんと進捗を管理しなくちゃいけないといったところはあります。で、第1回目のところでは実際に分析解析に力を入れて、それから計画を策定して整合性を持たせるといったところを重視しました。で、2つ目なんですけれども、2回目は実際にアクション、どのような行動を取るのかといったところに、焦点を当てました。で、第3回目なんですけれども、そこに対しては各自治体からの取り組みですとか、そういったところをさらに細かく見ていきたいと思います。で、今新大使の方からいろいろとお話をいただきましたけれども、まあ、この先5年ぐらいかかるかもしれませんけど、そういった細かいところにきちんと焦点を当ててやっていきたいと思います。で、毎年本当にコアなところはきちんと見ていきながら、時々その引き算足し算をして、自分たちの
状況にかなう形で合理的な形で進めているのが私たちです。で、アドバイスっていうことなんですけれども、まず一つ目は政治的なところですよね。で、政治面で実際に想像力があるのか、イマジネーションがどのくらいあるのか、ビジョンがあるのかと。で、二つ目はそれに対してどうやって反応していくかと。で、何もない空っぽなところもあるので、そこもきちんと考えていかなければいけないと思います。ありがとうございます。一番最後のメッセージ、政治的なところ、それからそのテクニカルなところがきちんと制御性を持たなくちゃいけないというのは重たいメッセージでした。どうもありがとうございました。では、シン・ヤオさん、シン大使で、まだ1回目の BLR から2回目の BLR に向けて、どのような違いがあったのか、そして、実際に若年層をどのように関わらせてきたのかといったことを簡単にご説明いただけるとありがたいです。お願いします。2回目の BLR ですよね。まず2回目をやるということはですね、まずもともと2回やる予定はなかったんですけれども、1回目をやった後で2回目の BLR というのは非常に自然な形で始まりました。で、やはりそのリーダーシップといったところが一番大事ではないでしょうか。新しい2018年の末に新しい市長が、新大使に就任したんですけれども、それがいい機会としてですね、その彼がその新大使の市長となった第1年目に、この新しいビジョンですとか、この BLR の内容を盛り込んでいくと。で、そして彼の方、その市長の方でも、彼のその任期の4年なんですけれども、その任期の終了をするまでにきちんと実施しなければいけないといったところもありますので、その彼をサポートするために、彼の政策をサポートするために、さまざまな政策面でも政治家の方でも、協力しました。そういったことを考えると、2回目の BLR は非常に自然な形で始まったんですけれども、先ほどお話しした通り、若いデザイナーを、関与させたといったところは、第1回目のプロセスを通してきちんと目的を特定して、そしてさまざまなその自治体の中の部署ですとか部門の目的もきちんと整合性を取らせて、それをポジティブな形で進めた。それはやはり若年層の方たちによるところが多かったと思います。ただその新体質の中ではすでにかなり多くの若年層の方たち、若い若者たちがいろんなことをしてたんですけれども、この BLR が始まるまではあんまりその脚光を浴びていなかったんですね。で、このコロナウイルスのパンデミックが始まってから、デザインハウスの方たちというのは大きな影響を受けました。さまざまなイベントがキャンセルされましたので、この2回目の BLR をすでにあたって、そういったそのデザインハウスから若者たちを呼んでですね、協力しようと。そして若年層を通してさまざまな人たちが同じ目的、同じ目標を共有するんだといったことを確立しました。で、2回目の BLR を通してですね、私たちはこの自分たちが向かっている方向ですとか目標をさらに確固たるものにしたといったところもありますし、若者を関与させることによって、SDGs プラットフォームといったものも確立して、業界も関与させることができました。今、参加者の方から一つ、インジケーター、指標に関して一つ質問が来ています。プロセスをモニタリングするにあたって、一番大切なインジケーターはどれだったでしょうということだ、質問なんですけれども、まず、ナモンさん。多分ローカリゼーション、ターゲット目標をローカライズするといったところで一番経験があると思いますので、ラモンさん、この質問をお答えいただけますか。そうですね、まず情報が必要です。データが必要です。ただその多くの都市の中ではどこに情報があるのか、また情報があるのかさえも明らかじゃないところがあるので、まずそこをきちんと見ていくところが必要だと思うんですね。ただ普通いわゆるその
コア、主要インジケーターというものがあって、これは垂直、それから水平レベルで共有されているものがあります。で、まずそこから始めて、で、さらにそれをもとにして、地域、それから国の当局の方たちからそういったインジケーターをきちんと明確にしてもらって、それを地元レベルに落としていくといったことが大切だと思います。ただ、そのインジケーター、まあ、指標の数でも非常にたくさんあるんですけれども、比較ということではそんなにその比較する対象が少ないんですけれども、自分たちのインジケーターを作るという意味では非常にいいベースになると思います。そうですね、ありがとうございます。まあ、確かにいろいろとその比較するというのは比較対象がなければ難しいところですし、データ情報の可用性、アベイラビリティといったところも肝になる部分ではないでしょうか。ではヤオさん、どうでしょう。新大臣の方でもインジケーターのいろいろ話していただきましたけれども、 ACI どうですか。はい、そうですね、ツールとしては非常に強力なものだったと思っています。で、まあ、それを通してですね、新しいツールも紹介されましたし、まあ、1回目の BLR を通してさらに新しい BLR も特定することができました。で、台湾の国内ではさまざまな都市が私たちのところにいろんな質問を投げかけてきて、お互いに情報を共有しています。で、台湾国内では今22の都市があるんですけれども、それぞれの都市で BLR をやっています。ウェブサイト、IGES のウェブサイトにあるような大規模なものではないかもしれませんけれども、すべての都市が BLR をやる、またはやるようにと、私たちの方でも励ましているところです。非常に興味深いと思うんですけれども、まあ、こういったその都市間の情報共有が大事なところっていうのは、 BLR の V の部分、ボランタリーなんですよ。自発的だっていうところなんですよね。だからやれとこう押してあげなければ、なかなか、まあ、その強力な押しをそこに入れないとですね、なかなかそのボランティアとして自発的にやるといったところが難しいかもしれません。ですから台湾の国内では22の違う BLR があるんですけれども、それぞれの BLR の中でマインドセットといったものも見えてきます。ただその各 BLR のところから、そしてその各都市の自治体の中の情報ですとか、そういったものをきちんとその自発的に収集することによって、テーマですとか、それからフォーカスといったものを都市のためにきちんと特定しなくちゃいけないと思います。で、新大使の場合はネットゼロありきといったところがありますので、そのためにその新しく建物を建てるときには、そのいわゆる建物コード、ビルディングコードといったものもありますし、建設コードですね、失礼いたしました。そういったものもすべてその私たちの第一の目標に基づいてやっています。で、ただ BLR の中には、そのインジケーターの中には、まあ、それほど目的がはっきりしないところとか、それほど重たくないものもあります。まあ、例えばその外部の専門家、例えばアージェスのような専門家と協力するところが非常にいいところではないかと思います。交代お願いします。交代お願いします。そうですね、その全ての22の都市が皆さんに取り組まれているっていうところもそうですし、まあ我々としてもそうですよね。なぜ指標をこうローカライズしなければいけないかっていうところを立ち戻って考えるところになりますし、ただこう評価をするとか比較をするっていうことになると、比較できるようなものっていう意味でも、そういう比較ができるした数値を選ぶというところもありますので、まあでもそれも都市の目標パーパス次第になるかと思います。ではそこまでマーティンの方からもですね、こういう指標の話であるとかもしていただいてよろしいですか。あとノルウェーの場合はあれですよね、国の方でマスタープランのガイドラインを確かにお持ちという話だったかと思うんですけれども、国として何か指標に対するガイドラインみたいなとか出されているんですか。それとも何かそういうような示唆があったりとかありますか。そうですね、
自治体の報告の、これ SDGs はちょっと関係ないんですけれども、報告のガイドラインというのはございます。ただ国としてですね、自治体に対する期待としては SDG もその報告に含めようということでありますので、いろんな KPI とかいろんなモニタリングモデルを使っております。それによって、例えば統計スタティスカルノルウェーっていうところとの協力を得て、各自治体がですね、タクソノミーのプロジェクトをですね、これなんかちょうどSDG に関する指標というところでタクソノミーを作るというようなプロジェクトもありましたし、そして我々の受けている重要な指標としては、データがどこまであるかというところと、あとモニタリングの頻度ですね、大体どれだけの頻度でデータ取れるかというところのデータの重要性と、他にもタクソノミープロジェクトの中では各 SDG のゴールに対してどれだけのインパクトが起こせるのか、そしてどんなトレードオフがあり得るのかっていう。で、夏にですね、最新の KPI をタクソノミーに3つ加えておりますね。で、それもどういうこの指標のセットの塊として SDG に対しての自治体としてのレポーティングでどんな効果があるのかというところをこう確認したんですけれども、まず最初に我々が受け取った、本当にいろんな組織からこの指標というかデータが出してくるんですけれども、重要性の高いようなところがあれば SDG であまりインパクトというか影響度が定義されてないようなものもありますので、例えば KPI としてもどの SDG でこうモニターしていくのかっていうところ、UNSE だとか OECD だとか、ここら辺は協力も得つつということになりますけれども、おそらく今指標としては SDG に関連している KPI は15ぐらいですかね。インパクトとデータがどこまで取れるかっていうところと、トレードオフの観点から今大体15種類ぐらいということになってまして、夏が終わる頃にはですね、その結果よければちょっと皆さんご関心あれば英語版出そうと思いますので、あとそのプロジェクト、タクソノミーのプロジェクトはチャットの方にリンク貼っておりますので、よろしければ。ただ非常に難しいというか、自分たちの活動をですね、SDG で歌うことは簡単なんですけれども、それぞれをしっかりレポートしていこうということになると、どういうふうにモニターするのか、どう報告していくのかっていうところを、しっかり見極めなきゃいけないところがですね、結構大変で、特にあまりにも多くの KPI が存在している中で、そこは大変ですよね。で、一応、自治体によって違いますし、例えばバルセロナなんて大都市ですけれども、ヨーロッパにおいてもアスカはなんか比較的小さめに、の都市になりますので、となるとやっぱり自治体において、それぞれ固有の KPI というところにはなるかと思います。ありがとうございます。そうですね、指標であるとか、KPI というところは非常に難題でもあるけれども、そうですね、そのぞれの自治体の文脈に応じて、適切なインジケーターをピックアップしていくっていうところが重要になるのかなというところが一つあったかと思います。あと、山口さんの方で手が上がっておりましたけれども、ちょっと時間がもう、ありませんでして、最後のコメントということでお一人ですお願いしてもよろしいでしょうか。この BLR に関してですね、もう語りでしたら本当日が暮れるまでというか一日中話せるんですけれども、ただ時間も限られているということでそろそろ終えたと思いますけれども、ただ BLR 自体はコストもかかる、時間もかかるというところはあるのかもしれませんけれども、ただ新台北市もバルセロナも2回すでにやられていて、あとその次のものもという、アスカ市もそうですね、これからもやられていきたいということでありますけど、なぜ VR をこう取り組んでいきたいのか、どんなメリットがあるのかっていうところの観点もですね、最後のコメントに含めていただければというふうに思います。では、まずは、シャンヨンさんの方からお願いして、続いてメガモン、そして最後にマーティンでお願いできますか。それで、チャンヨンさん、最初お願いします。声聞こえてません。ありがとうございます。片岡さん、ありがとうございます。私の方からの最後のコメントですけれども、おそらく
都市という単位はすごく世界をもっとサステナブルにためには非常に重要な役割があると思いますし、サステナブルなゴールと非常につながりもあるし、何百万ものやり方があるかと思いますので、都市が道のりを作って、そして地方の事業から市民をもっとサステナブルに引き連れていくためには、都市の役割というのは重要であるかと思います。都市の大小の規模には関わらず、やはり司法政治として取り組んでいかなければいけないところだと思います。そして SDG に取り組むということは、他のですね、同僚の地方自治体の方々、パートナーの皆さんにもお伝えしたいのが、時にはですね、プール、もう日々の中でプールの中の水のように囲まれて大忙しなわけですよね。ミーティングだ、電話だとか。ただ時には頭を上げて、他の人たちどうしてるんだろうということを見て、少し一呼吸できる時間を与えて、なぜ市民のために毎日こんなことを取り組んでいるのか、あるいは他の都市は何をやっているのか、彼らはどんな課題を抱えているのかということを一度確認するのは立ち止まるのがいいと思います。例えば我々の部門の部署の組織の中で、なぜこの3都市がこのような形でサミットという形でまた面会ができているのか、非常にですね、そういうことを確認できるためにだけでもですね、少なくとも向こう数日間はエネルギーリチャージできたかなと思いますので、都市は本当に素晴らしい役割ができると思います。都市重要でありますし、都市間のパートナーシップというところであるとか、あと経験の共有というところも重要であるかと思います。それでは次にラモンさん、最後のコメントをお願いしていいですか。サステイナブルな世界、サステイナブルな都市を達成するということになりますと、別のやり方で進めなければいけないということであるかと思いますし、あと一緒にやるというか、もっともっと連携をですね、グローバルなプラットフォームという意味ではこれ唯一なものでありますし、がゆえに本当に2030年のアジェンダのもと、共通の土台のもと、こう連携ができると思うんですね。ですので分断であるとか、イデオロギーが違うからというような分断でありますと、もうコラボレーションというか連携などできないわけですよね。だこういうプラットフォームを使って連携をするというところがですね、本当に重要なんだと思いますし、どんな都市でもその規模の大きなところから小さなところまで、そうですね、進めていただければとぜひ思います。最後の強い、非常に心強いメッセージ、ありがとうございました。それで最後にマーティンさん、最後のコメントをお願いしてよろしいですか。おそらく他の BAR、 他の都市の BAR を読んでからまず取り組み始めるのがおすすめというか、他の都市はこういうことをやっていたのかというところを知っておくというのはすごく役立つと思いますので、我々いろんな BLR 取り組み始める前にいろいろ読みましたけれど、助かりましたね。新しいアイデアをそこから得るとか、ノルウェーとしてやるっていうところもありますけれども、それ以外も VR をどうこう設定していくかであるとか、どうやっていくのかっていう How to であるとかもありましたので、これをですね、いろんな都市と、もう本来であれば絶対接触なんかなかったようなところと、このコンタクトを取って、しかも共通の問題があればそれをですね一緒に議論して対応を考えるっていうようなことにもつながりましたので、すごく役立つツールだと思います。VLR だけということではないですけれども、 SDG 全体がですね、都市間の連携をグローバルで可能にするものであると思ってますので、IGS のレポートも今回楽しみしてやります。全都市の BLR を読まれてるわけですもんね。我々が見る時間もないようなものを含めて、ただ今回のウェビナー本当にありがとうございます。あと最後のコメントなんですけれども、その活動というところは意義があるというところですね。 BLR でこれからモニターするんだということを約束するわけですよね。そういうことになったら、ゴール達成のための重要なものを選んでいくというところが必要になるかと思います。ありがとうございます。
requirements、for the other cities、which want to, you know, the、jump. どうもありがとうございます。そうですよね。皆さんの強力なメッセージをいただいて、他の都市の方たちも、よし、BLR をやろうという気になったのではないかなと思います。ちょっと時間もオーバーしましたけれども、スピーカーの皆様、どうもありがとうございました。非常に重要な、意味のある情報を共有していただきました。BLR に感謝ですけれども、非常に嬉しかったです。おっしゃる通り、BLR は簡単なものではありませんけれども、意義あるものであると。そして、しかもそのプロセスを通して得るところも多いというメッセージをしっかりと受けました。皆さん、ご尽力ありがとうございます。そして、私ども IGES としてもですね、ぜひ皆さんの活動に寄与したいと思いますし、これからも私たちの作業もきちんと進めていきたいと思います。そして皆さんのパートナーシップにも本当にお礼を言いたいと思います。どうもありがとうございました。3年待たずに、3年も待たずにですね、もっと早いうちに、ぜひもう一度このように一堂に対してまたお話をしましょう。そして今日参加してくださった皆様、お時間どうもありがとうございました。これでこのウェビナーを終わりといたします。どうもありがとうございました。Thank you. Thank you. Thank you, Kadaoka. Thank you, Ramon. Thank you, Martin.